UV レジンチャンネル2月を応援していただいてありがとうございます。プレゼント企画やってます。詳しくは詳細欄をご覧ください。こんにちは、2月です。今回は湖のバレリーナのストラップを作っていきます。以前リクエストでバレリーナの型を使った作品を作ってくれませんかというご要望があったので、ちょっと挑戦してみました。湖に羽が落ちて波紋が広がっているようなイメージのデザインで作っていきたいと思います。材料です。着色は NR クリアカラーを基本にして、パール顔料やラメパウダーで水面のキラキラ感を出していきます。シリコンモールドはパンドラハウスというお店で買ったバレリーナの型を使用します。手芸用のワイヤーは31番手のものを使います。はじめにレジン液を着色します。クリアファイルの上に2箇所に分けて多めにレジン液を出します。 NR クリアカラーのブルーを混ぜます。少しずつ混ぜて薄めの青色にしておきます。NR クリアカラーのマゼンダを少量ずつ入れていきます。入れすぎると赤紫っぽい色になってしまうので、少しずつ足して青紫っぽい色になるようにしていきます。右側の色は青紫色、左側は青っぽい色になるようにしていきます。パール顔料を入れます。今回は濃い青色のものを使います。パール顔料は入れすぎると透明感がなくなってしまうので、入れすぎないように注意します。水色のラメパウダーを入れます。このラメパウダーはセリアで購入しました。少しずつ両方の色に足しておきます。これで2色出来上がったので、中間の色を作っていきます。2色の間にそれぞれの色を混ぜて中間色を作ります。色が出来上がったら気泡を抜いておきます。着色したレジン液を型に入れます。青色のレジン液を下から3分の1くらいの範囲まで入れます。次に青紫色を上から3分の1くらいの範囲まで入れていきます。最後に真ん中の部分に中間色のレジン液を入れます。3色入れ終わったら気泡を抜いておきます。細かい部分までレジン液を伸ばします。モールドの隅の部分に気泡ができることが多いので、しっかり潰しておきましょう。爪楊枝で色の境目をぼかしたら硬化します。封入するワイヤーのパーツを作ります。細めのペンなどにワイヤーを2回巻きつけます。余った部分をカットしておきます。先ほどよりも太めのペンなどにまたワイヤーを2回巻きつけます。こちらも余った部分はカットしておいてください。ワイヤーを途中でカットして円1周分だけ残します。大きい方も同じように円が1つできる分だけ残して、残りはカットしておきます。円を潰して楕円形にします。交わった部分より先はカットしておきます。2つとも同じようにしておきます。透明なレジン液を型の全体に薄く伸ばせるくらいの量を入れて、爪楊枝で全体に伸ばします。全体に伸ばせたら気泡を抜きます。先ほど作った針金の楕円を2つ入れます。
レジン液に埋めるような形で左側に寄せて入れておきます。円の中心部に羽の封入パーツを入れて硬化します。型いっぱいまで透明なレジン液を入れて爪楊枝で全体に伸ばし、気泡を抜いておきます。ダイソーで買った丸のホログラムを入れます。バランスを見ながら全体に散らばるように入れていきます。次に六角ホログラムを入れます。中心部分が水面をイメージしているので真ん中の部分に多めに入れていきます。文字のデザインシートを入れます。デザインシートの下に気泡が入らないように注意しながらレジンに埋めていきます。入れ終わったら気泡を抜いて硬化します。硬化したら型から取り出します。表面をコーティングします。表面にぷっくりするくらいの量レジン液を塗ります。爪楊枝で全体に広げます。この時横に流れていかないように注意します。頭の部分に王冠のチャームを乗せます。硬化します。裏面をコーティングします。作品が平らになるようにシリコンモールドの上に置いて透明なレジン液を全体に塗り広げます。気泡を抜いて硬化します。ダイソーの刺繍糸でタッセルを作っていきます。動画を撮影したんですがデータが壊れてしまって載せられなかったのでイラストで紹介していきます。4センチ幅の紙と長さ40センチほどの刺繍糸を用意します。紙に糸を3回巻きつけます。その根元の部分を丸カンに通しておきます。紙から糸を外して余った糸を丸カンの下の部分に巻きつけます。糸の両端を固結びしてほどけていかないようにします。糸の先の輪になっている部分をハサミでカットします。長さをある程度揃えておきます。刺繍糸をほぐします。もともとの刺繍糸が束になった状態だったのでそれを一本一本の糸に見えるようにして繊細な雰囲気のタッセルに仕上げます。ほぐし終わったら先端をハサミでカットして長さを揃えます。ストラップに仕上げていきます。タッセルの丸カンにもう一つ丸カンをつなぎます。ストラップ金具の丸カンにタッセルとチャームを通します。これで完成です。綺麗な色に仕上がりました。裏から見ると表の模様が透けて見えます。バレリーナの型は細かいので気泡が入りやすくてとても難しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。